Who dares to enter the mayhem? さあ、今回の7名は、まあ、なかなかキャラがばらけててよろしいのではないでしょうか。ラムレザルだけ、まあ、2人いますけど、あとはみんなバラバラになってるんで。さあ、初戦はネコスケさんのファーストとアメジストさんの、ラムレザル。さあ、段位は倍以上ありますが、ここはまあ、プレイヤー性能でなんとかなるっていったところでしょうが、さあ空投げ決めて、さあテイクダッシュで突っ込んでいく。さあここでバーストを吐いて、さあスキャンでとりあえず様子を見てから、さあ再び立ち回り戻っていく。さあラムレザル画面端だが、さあ2敗は6敗はジャンプで避けて、さあ設置していくが、ここは付き合わない。さあ付き合んでガードして、さあ 2K が入ったところでバーストを入っていく。さあここ裏回ってからの付き合う。さあ、ハンマーが当たって、さあ体力的にはお互い何か一発当たれば終わるというところだったが、さあまずはファーストがコマ投げを決めて1本。さあファーストタッチはファースト、さらに爆弾が爆弾で、固めていく。相打ちと、さあこれラムレザルのターンが始まる。さあここでガーケン入って、さあ中断。さあここはコンボにはいけない。さあ置き攻めを入れて中断。ここでバーストを吐いて裏からのスキャン。さあコパンからコマ投げ吐いて、さあこれでまだ分からなくなってきた。さあ中断が入って、さあベバンから決めていったのは、まず1本でコスケさんのファースト。あ、2試合アメジストさん2試合選手なんで、もう一回、感情や哲学で人間を忌避していないとする、はい、世界が我々を拒んでいるということですか。ということで最初の取ったのはネコスケさんですね。もうこれでもう一回ネコスケさんが取れば、コマを進められるということになります。 Guilty Gear。 Who dares to enter the name?さあ再び見ていきましょう。さあフォアハンマーカウンターヒットして、さあ何もさせない、バースト吐いて、さあ早くもピヨっていく。6敗からゴーイングマイウェイ。さあ爆弾には付き合わない。さあ流れるようにね、コスケさん1本。さあ開幕ドリルが当たって、さあコマ投げ、さあ2バンジーブラックホール開いて刺してるのはラムレザル。さあ一気に4割近く持ってって、さらに投げから位置を入れ替えて中段が入って、ここでバースト。さあ裏からキャン。さあここはハイト口くらない。
さあ、投げ決めてまだ残るが、段追い打ちを決めて猫助さんの勝利、おめでとうございます。人間を敵視する者が感情や哲学で人間、さあでは続いていきましょう。 JT さんと助さんで試合お願いします。はい、JT さん、助さん、あ、行きます。試合の方お願いします。じゃんけんからお願いします。オーバGuilty Gear Exile. Who dares to enter the main? さあ、決めポーズ決めて行きましょう。さあ、ミリア対ソルバットガイ。Get ready to win. Heaven or hell, duel one. Let's rock. さあ、開幕からライオットスタンプ。さあ、早速バースト入っていく。さあ、再び立ち回りに戻って。さあ、ここはミリアが刺していく。さあ、相打ち。さあ、ここから置き去り始まる。中段をしっかり立って足払いからローマキャン入って、さあ、再びセットプレーが始まる。さあ、これはガーキャンガードしている。さあ、まず JT さん、ミディアが1本。さあ、足払いは間に合わない。さあ、再びダウンをさせて、さあ、中段しっかり立っている。さあ、ここでバースト入っていく。2回目のバースト、ロマキャンから再びエリアルに持っていく。さあ、何もさせない。さあ、ここ危険入ったか。ミディアのターンが終わらない。さあ、これはまだ残るが、さあ、しばらい入って、さあ、ソロのターン来るのか。さあ、ここはしっかりガードで固めて、ライオットスタンプがヒットする。さあ、バースト読んで、さあ、ミリア軽くは、さあ、ダストはしっかりガードして、さあ、まず JT さん1本。面倒だから負けたみたいな顔。ゲームオーバー。 Guilty Gear. Who dares to enter the main?Soul Blacker. Billy of Wind. Leo Eagle. Billy versus Soul. Get ready to run. Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock. さあ、続く2本目。さあ、空投げ決めてから、さあ、ピンマはしっかりガード。さあ、画面端まで一気に入れて、再び空投げがヒットする。さあ、2敗がカウンターヒットしたが、ここはコンボいけない。さあ、再び空投げ。
バットムーンがヒットして、さあ一気に体力を持っていく、ここでバースト入っていったが、さあボルカニックバイパーが空を切る、さあ再びバットムーン、さあまだモンルーム残らない、さあダウンオーユーと決めて、さあリーチがかかっている、さあ 6K からボルカニックワイパー、さあ下段が刺さって D ループ、さあ一気に残りが3割といったところ、足払いが使ってローマキャン、さあやり返していく、さあバーストは空を切って、中段にはガキャン、お互いにバースト入って、さあ空タイプ、さあまたもや画面端気まずい状況、さあここはしっかり立って、さあダイエス入ったが、さあ中段入って、さあこれはまあまだ残る、さあ下段だったということで JT さんの勝利、おめでとうございます。はい、では続いて長谷さん、バタコさんお願いします。面倒だから負けたみたいな顔、お互い目的は別にあるよね。Guilty Gear. Who dares to enter the main? Slayer. Rebel Mountain, Japan. さあ本日の、予選を抜けた、長谷さんのスレイヤー。対して、今日2人目のラムレザル使いバタコさんの試合、さあファーストアタックはラムレザル、さあコンボが長い、さあここはもう我慢できないと言わんばかりにバーストを入っていったが、再びラムレザルのターン、さあ補正を切って、さあここはバタコさんのラッシュが止まらない、さあ今からマッハパンチャー空を切ってしまうか、さあまたまた長いコンボが始まっていく、さあカウンター、ここでバースト入っていく、設置した剣がまた邪魔をする、さあここでゲージを吐いてダブルアップ、さあバタコさんまず1本、これはきつそう、あなたではまだ届かない心の力が人と変わりない、お互い15段だが、かなり一方的な試合だった、この試合で何か対策をつかめるのか、さあ決心がついたか、さあさあ16段に王手がかかって、お互いに負けられない試合、さあ開幕はファーストじゃない、スレイヤー、
この試合はスレイヤーペースが続く。ダストを入ってさあビヨッタ、さあパーフェクトでやり返していく。対策バッチしか。さあ早めにバーストを吐いていったが、設置が邪魔をする。さらに裏回ってさあ、なんかいろいろあったが、さあ試合のやるかやられるかという状況。ガーキャンはしっかりガードして、さあキャン入って、さあパーフェクトで、さあこの試合パーフェクトしか出ていない。さあ開幕、さあ再びバスト入って、ああエリアルは止まらない。さあここへとりあえず画面端が抜けたが、さあここでガキが入って、さあしっかり、さあまだバーストが待っていたが、さあラストを決めてもう一発ラスト。さあビヨッタ、これはあ根性を見せた長谷さん、一本取り返す。受けた外れの力もオーバー、ギルティーギア。さあ1対1へついにもつれた。さあお互いこれで手の内が分かってきたか。さあパーフェクト合戦が続いていたが、先に先手を取った方がかなり勝率が高いと言っても過言ではない。さあバースト読んでいる。さあここから長い長いラムレザルのターンが続く。さあガーキャンは空を切ってしまう。さあパーフェクトではなかったがかなり辛い状況。開幕も幅時間ない人。さあここで暴れていたが、今度はカボンもいけない。さあポケミを取って、さあうまいことラスト、さあピンが入って、さあガーキャン入っていく。さあ空投げ裏から、さあこのラウンドは取っていった。1対1デュオ3。さあ最終ラウンド、さあ空対空取ったのはラムレザル。さあすでにガラリーがため息が出ている。さあここ受け身間に合う。キャン吐いて、さあ片目はしっかりガードしてたな。さあこれは厳しい。さあもうハバチプロビートだがお構いなし。さあ再び、さあバックステ何度も刺していく。さあキキャンキキャンと、さあこれはどっちが勝ってもおかしくない試合。さあちょっと
スレイヤー何か一発刺さったら終わってしまう状況だが、あーとこれは最後の最後ドット残して長谷さんのスレイヤーの勝利。もう優勝でもいいという試合。いやー銀切符4枚は伊達じゃない。さあこれでベスト4が、出揃いました。それでは行きましょう。猫助さんと JT さん、猫助さんあります。はい、よしお願いします。さあ残るはファースト、ミリア、スレイヤー、イノ。Guilty Gear。 Who dares to enter the main?Dragonica Ball. Pow! Versus Billy. Get ready to run. Heaven or Hell. Duel 1. さあ見ていきましょう。ファースト対ミリア。さあ再び固めていって下段が刺さる。ここでバースト入ってブラックホールが出てくる。さあミリアの方が刺してるわ。さあドリルキックは裏に回ってしまって下段。さあなミリア版 D ループみたいな。さあ最後はアイスラかな。JT さんのミリアが1本。さあ体力回復して、さあバースト入っていく。さあここはバースト側もエリアルでお返しして、ボーイの前上で締めて中断と見せかけて翻弄していったが、さあ駒投げが決まる。ここで早めのバースト。さあチビファーストで挟み撃ちになる。さあ何もさせない。さあ中断が決まって、おっと今ちょっとバーストを恐れた感じ。さあ中断にバッドムーンが入って、さあ一気に形勢逆転。さあまだ残るか。さあ中断に投げで割り込んでいく。まずは猫助さん。私は何かを観察できる身分ではありません。ただその下法を解きたいのなら。Guilty Gear. Who dares to enter the main? Miria Reyes. Downtown. Pow versus Billy. Heaven or Hell. Duel. さあ続く2本目。さあここは空対空はしっかりガードして裏回っていったが、ゲージがなくなっていた。バトンはしっかりガードして、ただここでバースト入っていく。さあ爆弾には付き合わない。あのおまけんして、さらにダメージを重視していく。
レザー着地下段から両負けを吐いて、さあまだ残るが、クー投げを決めて、まずはミリアが1本ドゥオフォーキープオンロック、カウンターカウンターと、あーこれブラックホールが出てきて、あーファーストのターンが続く、起き上がりにバースト入って 2K タイプ、さあここでダン A がダン P が入って、さあ下段、さあ体力が負けてるが一気に逆転していく、さらにまだ残るか、投げということで、1対1、なかなかよかった。あ、人間はやり直すことができるらしいから、私にはありのままを伝える勇気がない。オーバー Guilty Gear。 さあ3本目見ていきましょう。ミリア・ウェハウスダウンタウン、Heaven or Hell, Duel 1, Let's Rock。 さあ開幕は猫助さんファーストの投げが決まって、さあここは金馬が当たる、さあ開幕からゲージがマックス、中段が入って、さあ相手のバースト空を切ってしまう、あーセーフトプレーが止まらない。ここはガードして前系には投げ、さあ崖吐いて、ここは爆弾のためにガード、再び投げを決めて、さあここはこの投げ、さらに爆弾集団が入って、しっかり決めていくファースト、着地投げを決めて、足払いが入って再びセットプレー、さあここコンボ見せてしまったが、ただ状況は悪くない、さあレレレを叱らして、さあちょっとチビファーストが邪魔をした、さあ刺さっている、ここバースト吐かざるを得ない状況、さあファースト虫の息だが投げを決めて1対1、さあ最終ラウンド、さあ総裁から強気の2敗、さあ早くもファーストの体力4割、さあうまいこと拾ってハンマーも当たる、ああ何か久しぶりに調理を見たっけ、さあ打撃はしっかりガードして、さあカウンターヒット、さあこれはまだ残るか、さあバースト読んで勝ったのは KT さん、決勝進出おめでとうございます。はい、では準決勝第1試合、長谷さんとトゥーリオさんお願いします。人間はやり直すことができるらしいから、私にはありのままを伝える勇気がない。
さあ先ほどの試合で根性を見せた長谷さん対して、シードを獲得してここから初登場となるフーリオさん。まあ、僕個人としてあまりイノの上手い人を見たことがないんでちょっとどんな動きをするのかちょっと見ていきたいところです。スマイル、Eno. Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock! あー、開幕からお互い前ダッシュ。私の手か。さあ、危険入って。歩く行く。さあ、下段から、駒投げ決めて。さあ、黒投げ決めて。さあここは攻めていきたかったがジャンプで拒否。立ち上がりにバースト決めて、さあバースト入って食らってしまった。さあカウンター、ここはバースト開かざるを得ない状況。さあ画面端の長い長いコンボが続く。さらに帯攻め拒否して、さあガーケン入って、さあ残りますか。最後は、ま、5K ですね。デュオ2 turn up the heat。 さあカウンターヒット、バックステをしっかりと勝って、さあ体力がみるみる減っていく。2回期間入って3回目の正直。さあまずは長谷さんが1本Guilty Gear Exile. Who dares to enter the main? Eno. Slayer.Slayer versus Eno. Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock! さあ、見ていきましょう。さあ、早めにバースト吐いて。さあ、早くも日本の体力が。わずか。さあ、中段、中段、翻弄して、バーストはしっかり見えている。さあうまい 6P 対空取って飛び出すわ。スレイヤー1本デュオ2 turn up the heat。 さあ最後にサウナッチマンダストを決めて、イノが突っ込んでくる。さあ相打ちから、さあここはテイク出して突っ込んでいき、さあ逆に駒投げ決めてトリック。さあバーキャンタッチしっかりガードして、さあ取り返していく。デュオ3ビッバードライト。最後の空中ダストに引っかかって、さあ一気に画面端、さあ駒投げ
あ、裏から投げてるな、イノの方。さあ、クロビート。さあ、バックステをかっていく。バースト入って。お互い期間。さあ、6B タイク乗ったら。いろいろあって、長谷さんの勝利。上は早いですね。決勝戦、JT さんと長谷さんでお願いいたします。そのような小芝居を打たずとも、私は本当の君に興味を持っている。ん？じゃあ違う、刀をしまってくれ。Guilty Gear Exile. Who dares to enter the main? Slayer. Mia Rin, Dragonica Falls. Slayer vs. Mia.さあ、エリア決勝最後の試合、長谷さんのスレイヤーと、JT さんのミリア。さあ、ここまで長谷さんは銀チップを4枚手にして、未だ金を取れていないと言っていた。さあ、ついに4回目で切符を取れるのか。ああ、あー、大変映像が乱れております。さあ、ここガーケン入って画面端。さあ、ガーケンをしっかりガードして、さあ、ここでキンバー入っていったら、さあ、まずはミリアが1本。さあ、スレイヤー手を投げ決めて、さあ、再び投げ。さあ、2敗すら置いてあった。さあ、ここで馬券吐いてラインを上げていく。さあ、 K がカウンターヒットして、ここで空対空を取っていくミリア。さあ、強気。さあ、入っていって、さあ、再び崖入って、さあ、映像が乱れております。さあ、一本取り返す長谷さんのスレイヤー。早めにバーストを吐いていく。ああ、裏に回ってちょっともに K で待機を取って、再び画面端に追いやっていく。さあ、ラッシュは止まらないが、さあ、ブリッツ取った。ここは音がめがない。このラウンドは CT さんのペース。投げまだ残る。最後はコパンが置いてあり、まずは JT さんが1本。お気づきになった？女はそうやって達観されるのが嫌いなの。寛容も過ぎると悪趣味。さあ、調校してます。今閉まるお待ちください。
versus Helium. Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock! さあ開幕2敗が入ってさあ中段立っている。さあバットムーンの相打ちになって、マッハパンチ、さあ再び画面端まで追いやってから、ここでバースを吐いて、さあマッハパンチクーを切る。さあ置き攻めには付き合わない。2敗2敗当たるまで出し続ける。さあ裏か表か分からないか。さあ JT さんのミリア、ここで王手をかける。さあ5パンで暴れて、さあ足払い、さあ下段、さあこれローマキャン使って結構いいダメージ。さあここはミリアもやり返していく。さあ前段ガードして投げ決める、ブリッツ飛んで、さあここは期間で様子を見てから、さあ始まる、始まるセットプレー、当たっている、ここで崩れるわ。さあまだ分からない、さあ先手取ったのはスレイヤー、早めにバースト入って、さあここは置き攻めには付き合わない。さあカウンターヒット、さらに中段、さあこのラウンドはさあ1対1取り返していく。抜け目なく色かも武器に。さあ銀キップ4枚は伊達じゃない。 Guilty Gear。 さあ泣いても笑っても最後の試合、どちらが勝ってもおかしくない。さあ集中して、さあ決心がついた。さあ強気のマッハパンチは声を切って、さあバースト、さあ投げているのはミリア、上り手段、さあ固めが続く。ここは抜け出したいところ、はキンマー入って、さあ強気、さあこれスレイヤーも画面端まで身を背負わせて、ここでガキャン入って、再び画面端まで持っていくミリア、バットムーンが刺さる。さああと一発何か刺さったら終わってしまう。さあ JT さんリーチ、さあ開幕ミリア、さあ運送してバースト入っていく。さあミリアの流れが止まらない。さあブリッツ、さあこの投げ決めて、さあ流れ変わるか、
さあ空対抗しっかりと取って、さあ下段、さらにロマキャンからダッサタク決めて、さあ一本取り返していく。さあ分からない状況、ファーストもほぼ五分。さあファーストは空を切って、さあカウント相打ち、さあ一気にダメージ持っていく。さあスレイヤーペースがついたわ、ここはミリアムやり返していく。さらに裏からバイク取ったが、さあお互いバースト入って、さあここは暴れている。さあ自腹がヒットして、さあ優勝は長谷さんとなりました。ついに切符を取った。抜け目なく色化も武器にする戦術、完璧だが教科書通りすぎる私の著書だが、ということで、当店の当店から本戦に進むのは長谷さんのスレイヤーとなりました。おめでとうございます。いや長谷さん、じゃあ先ほどと同様本戦に向けて何か一言いただけますか。本戦も優勝を目指して頑張ります。はい、はい、ぜひうちの代表として本戦でも頑張ってください。ということで、大変長丁場となりましたが、予選のまま、流れを取っていったのは長谷さんとなりましたので、おめでとうございました。ということで当店の、アークレボー、のエリア決勝はこれにてお開きとなります。皆様お疲れ様でした。